なかなか例えにくいと思うんですけど、奥さんとお子さんそれぞれサッカーのポジションでいうと どんなポジションですか？無理のある人ですよね。イメージでうちの妻はでもディフェンスじゃないですか。割とこうなんていうんですかね、大胆なこともするんですけど、チャレンジするときは大胆なんですけど、でもこうしっかりなんていうんですか、家族の、まあ、僕だったり息子だったりにこう気配って必要なとこを抑えてくれるんで、まあ、割とディフェンスかなと。まあ息子は逆に本来はバリバリフォワードでいてほしいんですけど、少しこう、保守的なところがあるのでもう少しなんかもうアグレッシブ、そう、後先考えずに突っ込んでいってほしいなって思う時はありますね。なんで、まあ、まだフォワードになってほしいですけど、まあ、中盤ですかね、はい、ちょっとチャレンジをしないサイドハーフぐらいの感じかもしれないですバックパス多めのサイドハーフぐらいあの、まあ守護神じゃないですか。で、息子さんはフォワード、はい、攻撃的になってほしいというのは、はい、なんかあの自分と同じポジションにはなってほしくないとか、そういう気持ちはあるんですか？まあこれはまあ実際サッカープレーする時ってことですよね。あ、なんか今家庭内でのポジションの話じゃない。あ、そうだ、家庭内でそっちですそう、まあそうですね、まあサッカーはまあ息子やってますけど、まあ、妻といつも話してるのはやっぱり、まあ、妻はもう十何年サッカー選手の、まあ、彼女からサッカー選手の妻をやっていて、やっぱキーパーの妻って結構しんどいらしいんですよね。どういうことですかだって基本的にはゴールされる方じゃないですか。止めることもあるけどゴールをすることはなくて、喜ぶことよりもやっぱホッとすることの方が多いポジションなんで、だから点を取ったやったじゃなくて、試合終わって失点しなかったやっと気が休まるみたいな。じゃあ開始1分ですごいプレーしても、あと89分はもう失点しないかハラハラして過ごすらしいんですよ。あ、そうでした、はい、ってなるとご説明いただくと分かるような気がします、はい、なんで妻はできる限り息子をこうキーパーから遠ざけようとしますで、まあ、僕は、まあ、正直、まあ、サッカーやってくれともあんま思わないんですよね。もう息子がこれやりたいって思ったことをちゃんと、まあ飽きっぽかったらダメですけど、もうこれ僕頑張るからって言ってそこ決めたものをとにかく一生懸命、何であっても、じゃあサッカーであっても野球であってもバスケットであっても、じゃあダンスであっても、じゃあパイロットになりたいだったらその勉強であっても、とにかくまっすぐ行ってくれれば僕はいいなと、一つのものをなんか目標にしてそれに対してこう努力するっていうことをやってくれればいいなと思ってるんですけど、まあ、今はやっぱり、まあ、ゴールをすることがなんかすごく楽しいみたいなんで、まあ、サッカーやるときはいつもフォワードやってますけど、でもやっぱなんかチームがやっぱみんなフォワードやっちゃってて守る人がいないときとかは勝ちたいからって言ってディフェンスやったりしてるんで、なんかそういうなんか少し、まあ、ちゃんと周り見る面もあるのかなっていうのは、うんうん、まあ個人的には評価はしてます。子育てのこと出ましたけど、ここだけは譲れないというか、なんかそういうポイントってありますか？子育てしてる最中に、別にそれが緩めでもいいですし、ここだ結構厳しめでもいいんですけど、できることやらなかった時は怒りますね。できないことにチャレンジしてできないのは全然いいんですよ。要はそれ逆にやってみたことが素晴らしいことだから。でも例えば、まあ何でも多分そうだと思うんですけど、俺これできるからって余裕こいてやってて、で失敗するとか、じゃあまあ今朝も たまたま怒ったんですけど、うちご飯食べるときは基本的にテレビはつけちゃダメだよっていう話をしていて、で今日はまあ息子の方がちょっと先に起きてご飯食べてて、で朝WBC やってたんで、でまあまあじゃあいいよ、じゃあ見たいんだったら見ていいよって言って見ながらご飯食べてるときに、テレビ見ながら食べてるからこぼしたんですよ。それは要は違うんじゃないって言って、テレビを見ないでちゃんと食べてたらこぼさないものを、テレビを見ながら食べてるからこぼす。でそれでなんかこぼしちゃったことに対して何もなんか悪い感じを見せなかったんで、もうテレビ消して、いやもうなしっつって待って、それはもう自分が普段だったらちゃんと食べれるのに、それなんかできないのは違うんじゃない、うん、とか、そういうのは結構言います、うん、なんか、うん、お子さんはそれ今日の今朝の話で言うと、それを言われた後ってどういう感じになりますか？もう一生懸命食べて、でしたらまあ
ちゃんと考えるじゃないですか。子供たちも考えるんで、でもテレビ見たいじゃないですか。だからもうちゃんと食べて、食べ終わっ、もうだったらなんかとかふてくされても、結局テレビ見るまでの時間が長くなるだけだから、そのふてくされてる時間見れなくなるから、だったら一生懸命食べて、食べ終わったらテレビすぐつけてました。なんかそれはやっぱ、うん、こうやっぱりまあ見たい気持ちは分かるんですよ、まあ、野球早く見たい。僕もまあ今日は特別、まあ決勝だし1日しかない日なので、いいよ見ながらでって言ったんですけど、まあただやっぱそれで本来できることがおろそかになってしまうのは良くないんで、ちょっとまあ厳しめにはしましたけど、まあ、ただ結構でも厳しいかもしれないです。朝とかもパジャマとかをちゃんと洗濯かごに出していかなかったらとか、あの前の日に要は洗濯ね、妻がやってくれて、うち洗濯機の上にこう洗濯物終わったらか畳んで置いてあるんですけど、それを夜寝る前には絶対自分の部屋に持ってくとか、なんかそういうちゃんと家で自分のことはできる限り自分でやるっていうルールがある中で、それができなかった時とかは少し、うん、まあペナルティじゃないですけど、まあやっぱゲームが好きなので、じゃあ明日ゲーム10分短くねとか、本当は1日1時間って決まってるんですけど、じゃあそれ1個だけだったら50分ね、2個だけだったら40分ねとか、時間をこう削って、なんかまあ本当はなんかこう報酬型の方がいいとも聞くんですけど、でもなんかそれで報酬上げちゃってると切れなくなっちゃうんで、逆にできて当たり前のことはマイナスでいいのかなと思って、そういう風にはしてます、うん、僕もいつも自分の父から教わったことを子供に伝えることってどっかである、あると思って生きてるんですけど、お父さんから、和田さん自身の お父様から教わったことって何か息子に伝えたいことってあります？あんまり意識したことないかもしれません。一生懸命やることですね。何事も要はやるって決めたらやるっていうのは、もう恩だけは、まあ、僕も弟もいるんですけど、もうずっと言われてて、で特に僕はまあ小学生から僕もサッカーやっていて、でもう小学校3年生4年生ぐらいの時に、まあ、の両親割といい学校に通ってたので、やっぱ両親は僕にやっぱ勉強もしてほしかったところもあったので、まあ、ただ僕は、ね、すごいこうサッカーにこうのめり込んでいて、でやっぱ学校のテストの点数が少し悪かった時があって、その時に一度言われたのは、あなたどうするって言われて、もうサッカーやるんだったらもう本当に一生懸命やりなさいと、したらもうこのテストはある程度目つぶってあげる、ただもうサッカー中途半端にやるんだったらもう塾も行ってちゃんと勉強もできるようにしましょうっていうのを昔言われたことがあって、なんかそれはなんかその時自分で、いやだったら俺もサッカー頑張るって言って、でまあそれには結果オチがあって、やっぱ勉強ちゃんとできないとサッカーも続けていけないんですよ。要はじゃあいいちゃんと学校に入れないと、学校でテストの点数取れないと、あの練習に行ってもそこで勉強しなきゃいけない環境があったりしたんで、だから結果として勉強もどっちもやらなきゃいけなくなったんですけど、なんかその小学生の時に一回父にどっちにするんだって言われて、いや俺はサッカー頑張るって言って、なんかそれで自分の中でスイッチ入った感覚があったので、だからなんかまあそれをでも逆に息子にあんま当てはめるのも難しいなと思いつつ、なんかだから僕は今は息子にもとにかく今目の前にあること、じゃあそれは宿題だったら宿題、じゃあ別にゲームだったらゲーム、じゃあ鬼ごっこだったら鬼ごっこ、じゃあ本読むことだったら本読むこと、とにかく今やることを、なんかじゃあテレビ見ながらながらをやめようっていう話をしてて、テレビ見ながらなんかするとか、じゃあ本読みながらなんかするとかじゃなくても、本読むときは本読みなさい、ゲームするときはゲームしなさいっていうのをなんかすごく僕は息子にはいつも言ってるかなと思いますね。子供が生まれる前とあと、なんかサッカーにかける気持ちとかそういうことで変わった部分はあります？